こんにちは、アキトです。ってなことで、いつも広まる JP 修練さん、ありがとうございます。今日はこれからですね、小林さんとつむさんと待ち合わせしてます。おじさんだらけの3人組、インキャ旅、第2弾ということで、今日もやっていきたいと思います。まず開いたら、いいねお願いします。すぐいいねを押してください。いいねは毎回500回目標でやってます。コメント100人、みんなで参加して作るチャンネル、アキトくんチャンネルですので、やってー。冒頭15秒にブランド様の名前を出す1万円広告のメンバーシップもやってます。詳しくは概要欄に載ってますのでやってください。もう大変だよ、スニーカー YouTuber もう終わってるから、もう大変だよ。てなことで今日はですね、これからビッグサイトお台場の方に行って、国内最大級の古着市があるということで向かってみたいと思います。小林さんがね、顔出しになったので、おじさんだらけの3人組インキャタビなんですけど、足元だけじゃなくてよかったです。本当おじさんだけだし、映すの足元だけだし、そうなると大変だったからよかったんですけど、ただね、また喋る人がいないわ。喋る人がいない。動画の尺大丈夫かな。だから今日はあんまりカットしないかもしれない。なんかこうカットして間を詰めて いつもやってるんですけど、間を大切にしていきたいと思います。それもコミュニケーションだから、こうね、行間を読むみたいな。小林さんとかつむさんはそういうタイプだから、間を楽しんでそこに流れる言葉を読み取ってください。それぞれが見てる人、それぞれが喋ってます。聞こえてないかもしれないんですけど、それは喋ってますので、てなことで行ってみよう。おはようございます。不機嫌？いえ、不機嫌じゃないんですよね。普通です。普通なんですよ。ああ、よかった。怒ってんのかなと思って。お、つむさんや。いや、それだ、大丈夫なん、その格好。いただいちゃうよ。ビリー・アイリッシュのね、はい、高尾さんからタダでもらったやつ。ちょっと多分違うけどな、着方が多分違うと思う。涼しくていいですよ。ビリーのファンの人とは多分コーディネートが違うわ。ビッグサイトで今日古着でっかいフェスがあるっていうことで、ここから歩き？すぐそこなんだ。あ、すぐそこなんだ。じゃあ行きましょうか。これ別に今日からっていうわけじゃないんですよね。何日間かやってんでしたっけ？今日が日曜日ですけど。お目当てのレースは今日しかやってないんだけど。あ、そうなんだ。その古着のフェスだけど、スニーカーも出してる店が出店してるんだよね。そう。それが今日しか来てないんだ。かなり多分会場広いんでしょうね。会場は広そうでしたね。車もそのまま中に入って。車も？スニーカーのお店は多分2店舗くらいしかないですね。まあメインは古着市っていうことですもんね。なんとかじゃあその中でスニーカーを見つけて。古着市なんでコンバースとかああいう年代物とかそういうのが多いと思うんですよ。コンバース置いてますもんね、古着屋さん。その古着をメインに扱ってるとこでもスニーカーをちょっと置いてるとかっていうとこもありますもんね。でもそういうとこもあればいいなって。そうですね、掘り出し物があれば。あいにく今日天気は雨ですけど、だから人もあんまり来ないかなと思ったけど、意外といますね。インスタのフォロワーさんが50人増えました。おー、やっと200人突破しましたね。小林さんインスタ、じゃあ次は目指すは500人ですね。だから今日の様子も小林さんのインスタでリアルタイムで投稿してると思うんで、フォローしてる人しかわからないのでね。すごいな。今時間は午前11時過ぎですけど、イベント自体は9時からやってるんですよね。もうだから始まってはいるんですけど、今日の古着フェス自体は行くのは初めてなんですか？あ、そうなんだ。つむさんが今日待ち合わせ11時だけど9時から来て、ここら辺でポケモンしてたっていう小林さんの垂れ込みがありましたけど。おはようございます。え、今日待ち合わせ11時ですよね？そうですね、はい。まあ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 10分前5分前にまあ来ればまあまあいいかなっていう感じなんだけど、で雨が降ってる中ポケモンをやりながらガンダム見ながらポケモンやって、あ、そろそろ行かないとってことで移動してまいりました。じゃあ2時間はやってないと。そうですね、2時間はやってないですね。はい、電池まだあります。ただちょっと早く来てお台場のポケモンどんなやつなのかなっていう。聖地ですからね。はい。知らんけど会場着きましたね。いや、かなり人多いですよ。じゃあ行きましょうか。入ってきました、会場の中。これが再入場のためのリストバンドみたいな。そうですね。ちょっと
広すぎますね。広すぎますね。何が何だか分かんないぐらい。これ3回分になるんじゃない？あ、無理ですね。今日のメンバーじゃ無理です。いけんじゃない？シカゴのバスケットジャージ。3万。いや、これは古着好きな人にはたまんないですね。まあ、スニコンみたいなことですよね。だから古着の詰め放題。目利きの人にとっては分かんのかな、何が高く売れそうでっていうのは。多分そういうのもあるんでしょうね。そういう仕入れの人も来てるんでしょうね。スターウォーズ。ハーレーダビッドソン。これなんすか？ハーレーダビッドソン。でもこういうのでも買えば2000円ぐらいするんじゃないですか。そうですね。古着屋で買おうとすると2、3000円しそうですね。あ、こうやって丸めて。おい、まあスニコンでもやってたけど、ビッグサイトだと違うポケモンがいるのかな。 T シャツとかもすごいな。圧巻だな、カラーで揃えると。同じメーカーの同じシリーズってこと。こんなバッグもあるんだ。いや、この中からスニーカー置いてあるのを探すの至難の技ですけどね。スムさん、ここははぐれたらもう一巻の終わりですからね。ポケモンやってぼーっとしてると二度と会えないから、はぐれたら。フェイシングエイプの高いっす。5万。確かに車が入ってる。ここ車ごと搬入できるってすごいですね。どうやって入るんですかね、この会場に。ここはシャッターな。シャッターがありますね。こういうところでコンサートやるときも20トンとかの車が、あ、そういうとこが入ってくる。あ、違うところがあるんだ、入り口が。車用の、そんなルイ・ヴィトンに興味あるんですか、バッグ。これが1000円とかだったら少ないですか、ね、いや、だったら怪しいです。だったら多分ですけど、ちょっと怪しいですね。あ、小林さんの目当てのところがあった。インスタフォローで半額って書いてますね。なんかすごいの見つけてるよ。何これ、ターミネーター。レザーの質が違うから相当前なんじゃない。面白、何それ。ポルテッツ。ボロボロですけど、すごいのありますよ。シュプリーム。これも全部売ってんのかな、このシカゴとかも。知らない SB もある。すごいやん、これ。なんでカタカナなの、面白。9000円。安っ。カタカナパックってあるんですか。カタカナパック SB だったら面白かったですね。昔のやつじゃない。2003年。2008年。全然レザーの質が違いますね。渋っ。めっちゃ渋いのを見つけてるやん。また面白いの見つけてますね。ターミネーター。ターミネーター。2010年。光ってるか。面白いモデル。何これ。1本分ぐらい空いてれば大丈夫。何これ。ブレーザー。エアブレーザーちゃう。エアプライズって読むのかな。 27.5 4500円。安っ。見たことない、うん、これいいですね。あ、なんか色味的には最近2015年。メタリック。ダンク。モンプルダンク14。これあれなんですか。これあのなんかカスタムスニーカー。そうそう。コンバース。そもそも元のコンバースにカスタムしたってこと。何これ。スーパーマリオモデル。面白。ターミネーター。ダンクハイ。ダンクハイ。すごいの買ってますね、今話しかけていただいて。すごい。あ、でもナイキだ、うん、昔のマジックジョンソン T。 マジックジョンソン T。 かっこいい。よく見つけましたね。こっち2000円ね。2000円、うん、安っ。
スニーカーはなんか買ってないですか？何も買えば。スニーカーはもう、スニコンの時まで貯めておかないと。ああ、東京ありますもんね。小林さんが来たかったのはこのお店なんですもんね。これ最近のやつかな？いやー、これは1999年とかじゃないですか。この前のリリースじゃなくて、その前に出たやつ。最近でこうはならないんじゃないですかね。これ汚れっていうより、なんかカビというか、そういうやつですね。昔のやつじゃないですか。なんかここら辺の感じが違いますね。レザーの質が違いますね。デッドストックって感じですかね。29、お、ちょうど前サイヤン。やっぱとこの履き口のもっこりもこっと感が違いますよ、ね、これ今とシューレースの感じ違うんですか？全然違います。いや、わからないな。違うんだ今のダンクと。なんかよく言うんですよね、このダンクの紐が違うって。違うんだ。なんか確かにこの編み方が見たことない気がするけど、並べないと分かんない。なんかもう全然違いますね、レザーの質が。紐も太いっすよ。ここも違うし。本当だ、紐太い。っていうか、この前復刻されたのが細いんですよね。確かに。それでも太めですね。太いっすね。年代かもしれないけど、このグレーの色味も違いますね、全然。ちょっと濃いですか？うん、濃い。あ、サングラス。あ、サングラスしてるから。小林さん29で履いてるから、そもそもサイズが見つかんないですよね。サイズが難しいですもんね。まあ、ツムさんもそうだけど。ということで、目当ての店舗さんにはついて色々見ましたね。多分このスニーカーをメインに置いてんのは今見させていただいたお店の2店舗だけなんじゃないかって。じゃあもう大体終わった。まあ主にはね。あとはぐるっとフラットして、まあスニーカー見つけつつ、わかんないけどわかったふりしながら古着とか見つつ、まあ、偶然声かけていただいて。あ、そうですね。よくわかりましたね。知り合い同士でもマイルドになるだろうところをよく見つけてくれましたね。ツムさんも実際自分の買おうと思うとね、スニーカーのサイズがないですよ ね、 ね、デザインいいなと思っても、うん、かっこいい。これかっこいいですね。おいくらなんですか？これはお高いんでしょ。22,000？ 22万。なるほどね。じゃあなんか見る人が見ればわかる、そういうやつだ。いや、すごいな、めっちゃ混んでるな。これすごいですね。やっぱりスニコンよりも混んでるぐらいですよね。やっぱりスニーカーよりは幅が広いってことですよね。このファッションというか服っていうジャンルが。これナイキだ。何このスリッポンみたいな。結構しますね。22,800円。これはもうごく最近のやつ。え、この前の復刻？汚さからして最近出た復刻のやつじゃなさそう。なさそう。オリジナルのやつかな。アッパーのこの厚みが違う。レザーじゃないけど。なんか昔のやつって相対的になんかしっかりしてないですか？なんかこう素材感も。履き口が相当ここら辺が厚いですよね。ブレーザー。ブレーザー3000。面白いですね。ツムさんサイズ28.5。大変、ツムさんが行方不明になった。わかんないんじゃない、もう二度と出会えないんじゃない。肩出てる人さ。ああ、まださすがにあの肩出した T シャツ着てる人少ないもんね、うん、おお、いたやん、後ろにいたんだ、うん。ここら辺はバンズとかアディダス、コンバースが多いですね。それコンバース？え、レイプスター？レイプなんだ。ああ、でもそうか、コンバースっていうよりニューバランスのこれやっぱちょっと飽きすぎじゃない？これさ、これはこれでいいんだけど、これ中にこれなんか着るんだと思う、このタンクトップ的ななんかを。ダメです、着てないもんね。だってもうさ、はい、そのまま乳首でしょ、ここ。そうですね。覗き込めば入ってますね。はい。夏はもうこれ一枚で。ちょっとセクシーすぎますけど、小林さん。
まあ女性ならまあいいけど、いいけどっていうかアウトなんだけど。さっき乳首見えてました。あれ多分男でも中に着るんですよね多分。そうやって着るやつですよね多分。面白いやつ。それダンク？ダンク。割れちゃってもない。デザインじゃないんですかね。これは古着に詳しい人だったらテンション上がるでしょうね。うん。パリわからん。もらってきましたね。なんかくれます。すべて800円。なんてやつ？フォートフォース。フォートフォース。ああ、なんか廉価版のイレブンだ。コンコルド。コンコルドじゃない。じゃない。なんだっけ、スペースジャム。SB。SB なんだ。なんかインソールが全然。コラボっぽい。小林さんよく見つけますね。ナイキだけを。95やん。ボロッボロっす。ノアテン。フラグメントコラボ。フラグメントさん。いくら？入ってないです。入ってない。何？ブレーザーロー。ブレーザーローね。エアフォースワン。はいかな。すごいなこれ。ターミネーター。ターミネーター。すごいなこれ。え、ツムさんブース出したんちゃう？全部紫だよだって。え、ツムさんのための店なんじゃないの？こんなことあるだって。紫だけのもの集めるなんて。すごい。本当に紫好きな人が。いるんじゃないだからこの世界に2人目いたんじゃない紫好きの話合うんじゃないめっちゃだいたい見ただいたい見ますお台場していきますかえお台場行ってなんか見るもの何見るんですか行って行って行ってちょっとあー長いわじゃあ僕はここで1本になったかなぐらいああ今回ああいやなるなるじゃあお台場行って2回分にしますいやちょっと小林さんのそのトークだと2回にはいやそりゃそうです小林さん最近ストーリーインスタのストーリーめちゃくちゃ更新してますよね最近っていうかその休みの時は歩いていろんなとこ行って一人で歩きまくっていろんな店舗行ったりしてその都度写真撮ってこれが割引になってるよとかアウトレットでもこれがあるよみたいな勝手にアウトレットも行ってるしでもちろんあと僕とこういう風に撮影最近一緒についてきてもらってるんでそういう撮影の様子もリアルタイムでスニーカーインスタのストーリー上げてるからフォローしとくとあとこういうリリース情報とかね何がまだ残ってるみたいのもリアルタイムでストーリーしてるもんねだから小林さんのストーリーゲリラとかお得情報割引とかが分かるんでぜひ皆さんインスタフォローしてくださいあと意外とブックオフとかも行くんでああそういうそうだあんまり僕たちは行かないけどそういうとこもよく行ってますもんねそれでこういう面白いのがあったっていうのを写真撮って投稿してますもんねあとは仕事帰りにシュプリーム寄ったりシュプリームで何がリストックされてたとか残ってたというかっていうのもね今でもありますけど SS のウィーク9とか、はい、マーチロゴの T シャツとか今リストックしてたりそういうのもね情報あるからフォローしとくといいと思いますまだ200人はもうちょっともうちょっと行きたいですねじゃあとりあえず200人それでアキコ君のつながりが広がってくれればいやそうですよ